ジュリウス・オスカー・ブリーフェルド、ユリウス・オスカル・ブレフェルトは、ドイツの植物学者、金類学者である。ノルト・ベスト・ファーレン州のテルクテで生まれた。薬剤師の訓練を受けた後、ベルリン大学、ハイデルベルク大学で薬学を学んだ後、近代的な金類学の基礎を築いたとされる、ハレ大学のアントンド・ドバリーの助手となった。1878年にエーベルスバルデの 林学アカデミーの植物学の講師となり、1882年からミュンスター大学の植物学の教授となり、1898年にフェルディナント・コーンの後を継いでブレスラウ大学の教授となった。1898年に緑内省にかかり、最終的に視力を失い1909年に引退した。金類学の分野で多くの業績を残した。 菌類の培養技術を向上させ、菌類の生活史の研究や分類学に貢献した。2014年から、ドイツ菌類学会は、オスカルブレフェルト賞を設けた。ブリーフェルドは、植物の学名で命名者を示す場合に、ユリウス・オスカルブレフェルトを示すのに使われる。ありがとうございます。